はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も BF1 マルチ PC 版アミエンズっていうのかな、アミエンズってマップでコンクエやっていこう。初見、分隊ここ参加ちょうどいい。目標フレディを喪失。あ、広い、すげえ広い。援護兵使っていこう。あ、広いけど瓦礫満載だ。うわ、すげえ。さあ、アルファ地点に行こう。敵ね。あ、入り組んでんな。爆撃にあった都会か何か。これね、アイアンサイトが見づらいな、なかなか。目標アップルを確保。さあ、広場の廃墟。この瓦礫をどんどん通っていくか。敵にバレにくいかも。いない。 B はここだ。デモニチョン。敵いないね。広いから、あ、本当に広いからしょっちゅう敵に出くわすこともないか。ビゲット、ちょっと負けてるな。戦車と前進いるね。修理してあげながら。あれはなんだ、あれは。あ、違う違う、登んないで。違う、修理大丈夫。目標チャーリーを確保。戦車が前進してくんないといけないな。ロード。いけるか。あ、食らった。直食らった。あ、こんな裏に来てる。目標アップルを喪失。いや、仲間多分取り返すでしょ。あ、両方が裏取りしてるのか。だとすると F 取って F から湧くのがいいかも。 OK。 おお、なんだここ。プラスロングビル、美術館か何か。目標アップルを確保。でも第一次大戦とはいえ、ね、もうカラーだからね、景色でもう十分楽しめるね、この景観を。戦車破壊できるもん持ってないんだよな、何も。見られたか今。タンクはそこにおるんだけど、なんかこういうところに武器あったり。敵いたな今。分隊復活した。戦車乗ってるな、まだ。目標アップルを喪失。どうしよう。仲間がなんとか壊そうとしてる。さあ、分隊が復活してきた。ここ出て。ここから T 旗、あ、戦車危ない。あ、真後ろにいる、これ敵。
あー、オッケー、回復回復、無視しとこう。とにかく拠点に噛まないと。あ、グレネードいってない。大丈夫だね、 D 旗いける。目標チャーリーを喪失中。この調子でいけば逆転できると思うけど。ハマシングベア、出てて、あ、後ろ。おかしいな、どんどん裏取りされてんな。デルタリスポーン、あ、ずいぶん離れてる。チャーリーゴーだわ。もう一直線か。危ない。生体力回復して。目標ダフを喪失。お、こんなところに。おし。あ、崩れる崩れる。いるか。目標アップルを確保。敵いないな。取れるかも。グレネード、戦車がいる。オッケー。目標フレディを喪失。あ、グレネード、敵がすぐそこにいるな。よっ、オッケー。よし、回復ありがたい。あ、上。回復来るか。回復回復来ないね。オッケー。さあ、チャリー多分ゲットできるでしょう。チャーリー脇で、さあこっからね、デルタを挟み撃ちに。戦況は 50% を突破、敵が優位。敵がまだ勝ってるけど。あ、待って、マスク。こっから向こうに攻めていく。あ、帰ってきた、グレネード。おらおらおら、仲間やられた。マスク外して、タンクだ。これもっと上いける。あ、いけない。こっちは固定機銃ないのか。敵が橋の下にいると思う。あ、いない、仲間がいる。さあ取っちゃおう。あー、グレネード。 OK、 敵がいる敵がいる。でほとんどこっち取れてる。敵の発生拠点を一つにしちゃおう。で、迫撃砲にしてみるか。向かいの建物内にいるのか。よし。よし。リロード。
いるぞ。いるはずなんだけど。いや、迫撃砲を試してみたい。この辺に設置んで、エドワードは撃てる。ここ発射。おあ、命中してる。視点見れるんだ。こんな発射。あ、倒した。あ、これ面白い。100年以上前なのになんでこっちの方が強く見えるんだろう。こっちに発射。これちょっと強すぎるんじゃない？修正した方がいいんじゃない？ちょっと待って、撃たれてる。やられた。そんな必要ないよ。さあ、逆転してるね。こっち側から敵出てこないか。行ってみるか。おる。こんなにおるのに。こんなにおるのに一人も死なない。ならやっぱりこの辺でちまちま迫撃タイムで行こうか。はい。ん？建物にぶつかってね。ちょっと待って。これダメじゃないこれ。あ、いけるのかこれ。だけどあまり遠くに過ぎたら、あ、ダメだこりゃ。目標チャーリーを喪失中。チャーリー喪失中？ F 行くか。仲間数人向かってるし。敵スルーして。ん、あれ？行き止まり。目標チャーリーを喪失。で、敵がいそう。迷うなこれ。目標エドワードを確保。よし、 F 来た。ガス耐えてる。ん？スナイパー？スナイパー。アイスポットできない。倒した。目標フレディを確保。オッケー。あ、味方やった。さあ F ゲットで、こっち取っちゃったらまずかったかな。一気に向こう行かれるかな。チャーリーデルタ方面に行こう。あ、おる。リロード。目標エドワードを喪失。あー、戦車いるか。タンク。橋の下に回復。よし、 D 取れてる。さっき建物の方に敵いたと思うんだけど。敵いたぞ今。目標ダフを確保。逃げた。いた。よし、リロード。スポットで丸分かりじゃない敵を自分で予想して追いかけてみるのも、あ、
この時代の醍醐味ではあるかな。100年前にそんな便利な機能あるわけないし、てか今も多分スポットして敵が常に映るなんてことはないけど。登って目標チャーリーを確保。敵いた。OK、またいる？いない。 B が取られてんのね。いた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 。体力が、うー、蹴られた。目標ダフを喪失。さあ B とか D が取られた。 D 取り返しに行くか。うん、あれ敵か。 OK、まだ来る？おったー、また蹴られた。同じことされてる。この仲間はなんで死んでない？ちょっと言い訳して、E の旗が降り始めてる。あー、重装備兵、運が悪い。目標エドワードを操作。まずいまずいまずい、押されてる。火炎放射器兵キットが存在。ああ待って、ファイヤー。よし、助かった。よし、 B は再確保で。どうしよう、この格好どこ通るのがいいんだろう。ああ、これはダメだ、死んだ。あ、 F 取り返してる。味方ナイス。 F 脇しよう。目標フレディを確保。で E に行こう。聞いたな今。危ない。あ、仲間来てる。あ、警戒兵キットが存在。いただき、リロード。この格好なら F 取り返しに行くか。もう一回、これ最悪逆転されちゃうよ。よし、 OK。 ガス、待って、いい取り返されてるぞ。どこにいる？待て待て、もう一人 OK、 もう一人 OK。 さあ行けるか。E は取らせない。おお、センキューセンキュー。 F 行こう。この格好ならもう何も怖くない。こんな走るの早かったっけ。戦車じゃ
あ、戦車には勝てない。さあ、いけるな。目標フレディを確保。さあ、じゃあ最後にこれだ。これで、あ、もういないか。勝った。というわけで今回はあ、なんだっけな、このマップはアミエンズだかな、多分アミエンズでコンクエ援護兵使ってみたよ。じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。